17人抜きの超新星ドルーリー守衛里に託された女子駅伝の未来とテレビ業界の思惑。1月15日に行われた全国都道府県対抗女子駅伝で3区に登場した岡山県チームの中学3年生ドルーリー守衛里選手が17人抜きを達成し、区間新記録を達成。快走に関係者がざわついている。ドルーリーは岡山県津山市の中学に通う15歳。カナダ出身の父親を持つ彼女は、小学生4年生で陸上を始め、練習を重ねてきたが、通っている中学には陸上部員が3人しかおらず、本格的な駅伝の大会に出場するのは今回が初めてだった。ドルーリー選手は昨年夏の全国中学校体育大会の1500メートルで圧倒的なタイムで優勝。秋の U16 大会1000メートルも圧勝し、400メートルから3000メートルまでトップクラスの結果を残しています。全国女子駅伝で走った3区は 3km でしたが、他の選手とのスピードの差は明らかで、レース後には、楽しく走ることができました。何人抜いたか、覚えていない。と、笑顔でコメント。目標とする選手には、東京五輪で活躍した田中希実の名前を挙げており、大きな期待が寄せられています。フリーのスポーツライター。鮮烈な走りは、視聴者にも強いインパクトを与えたようで、ネットには、一人だけこと次元のスピードだった名前を覚えたぞ。将来が楽しみすぎる、ドルーリー守衛里さん、これもう岡山の奇跡だろ。といったコメントが続出。彼女の名前はトレンドにもランクインしたが、そわそわしているのは陸上界だけではない。日本の人気スポーツといえばまず名前が上がるのは野球とサッカーですが、別格なのがマラソンと駅伝。野球やサッカーのように一年中話題になるわけではありませんが、正月の箱根駅伝は毎年のように 30% 近い視聴率を記録し、他の駅伝やマラソンも常に高視聴率が期待できるコンテンツです。各テレビ局が狙っているのは、女子でも箱根駅伝のように盛り上がるイベントを作ること。全国女子駅伝や高校駅伝を NHK が中継しているほか、日本テレビは全日本大学駅伝、TBS はクイーンズ駅伝、全日本実業団女子駅伝、フジテレビは富士山女子駅伝、全日本大学女子選抜駅伝を中継しており、テレビ界全体で女子駅伝を育てようという方向で一致しています。女子長距離界にはかつて、有森裕子、高橋尚子、野口瑞希といった国民的な人気選手がいましたが、近年は小粒感が否めず、五輪のマラソンでもメダルから遠ざかっています。そんな中今回、全国女子駅伝で活躍したドルーリー選手は、とても中学生とは思えない走りで、身長もまだ伸びそうですし、とてつもない記録が期待できる新星。今後、取材が殺到するのは間違いなく、関係者は久々の大型スター誕生への期待感に湧いています。キー局スポーツ部関係者。さすがに2024年のパリ五輪は厳しいだろうが、2028年のロス五輪には十分間に合うかも。彼女の進学先は明らかになっていないが、来年の高校駅伝は必見になりそうだ。ご視聴ありがとうございました。素早く最新情報をもらえるように、チャンネル登録ボタンをよろしくお願いいたします。ありがとうございます。